オリベはフランスサントルイコールバルドロワール地域圏、ロワレ圏のコミューン。オリベはユネスコ世界遺産に登録されているロワール渓谷内に位置する。オリベはオルレアンの南にあり、ロワレ川の下半にある。コミューン面積は23.39平方キロメートルで、東西に6.5キロメートル、南北に5.5キロメートルの距離がある。オリベの地は、 全長1 3トルのロワレ川に追うところが大きい。サンプリベサンイコールメスマンにてロワール川と合流するまで森、湖、遊歩道といった自然の風景が連続して続く。コミューンが最後に洪水災害にあったのは19世紀であるが現在も洪水区域に指定されている。最古のオリベの記録はメロビング長期である。 最初の水車が築かれたのは10世紀、サンイコールメスマンドミシー修道院の修道士たちによってであった。村の最古の名は11世紀に記されたサンマルタンデュロアレである。オリベとはおそらくオリーブ山から来ている。100年戦争時代、オルレアン包遺戦中にオリベは大きく破壊された。17世紀はじめ、アンリ4世時代の元水がクラスプティー以が築かれた。 アンリ四世は、幾度か、城を訪れている。それは、王と王の愛称、アンリエット・ダントレーグとの一目を忍ぶ、密会の場であったのだろう。1614年、マリード・メデシスに伴われて、ルイ十三世も訪れている。18世紀から19世紀、ロワレガシは、理想的な休暇の場所となっていた。水車は徐々に住宅に変わっていった。 ギャンゲットが川岸にのきを連ねた。第二次世界大戦後、アメリカ陸軍が基地をオリベに置いていたが、フランスが NATO の軍事機構から脱退したため基地から撤収した。現在、フランス陸軍第6イコール第12、強硬機兵連隊が駐屯する。ソースイコール1962年まではカシニーとイヘス。1968年以降は陰性を参考とする。 ありがとうございます。